ははいこんにちはデカールです、えー、今回はですねアシェットさんの74式戦車を作るの延長号で73式トレーラーこちらのですね118号と119号の方をやっていきたいと思いますので是非最後までご視聴くださいはい、えー、それではですねこちらの方が118号のパーツになるんですけどもまずですねこのプラスチックのパーツはいつものように、えー、ミスターホビーさんのスーパースムースつや消しクリアを拭いた状態です はい、えー。それではまず最初の作業ですね。光ファイバーが、えー、4本入ってきています。で、その、えー、4本の光ファイバー全部ですね、このような金属の金具がついてますので、そこから飛び出てる短い方を、この金具のところ、辛い位置のところでカットします。これ4本ともカットしておきます。はい。えー、そうしたら次にこちらのプラパーツをまずランナーから外します。これですね。こちらのパーツ。 はい、で長さが2種類あるので気をつけてください。まずですね、長い方2本ですね。長い方2本を、えー、こちらの部品の突起のある方から2本とも通します。で、このように引っ張ると、金具のところで止まると。はい、こういう形になります。で、同じように短い方も同じことをやっておきます。 これですね短い方もこの二本をこちらの方に差し込んでおくとはいこうですねはい、えー、そうしたら次にこちらのパーツをランナーから外しますはいはい、えー、そうしたらこちらのですね LED が一つ入ってきてますので はい、でこのプラスチックのパーツにこれ横から入れてこのような形でスポッと入りますのでこういう感じですねこのような形にしておきますはい、えー、そうしたら次にですねこの青いクリアパーツを2個外しますはいこんな感じでこちらの赤いクリアパーツの方も 2個外しておきます、はい、で次にこちらの横のパネルこのように見た時にこことここですねに青のクリアパーツを入れる。 でこのクリアパーツは、えー、先の細い方が向こう側になりますはいで次にですねこの赤いクリアパーツをここにこのような形で入れます先端が丸くなってる方が向こう側ですこのような形で入れますはい、えー、そうしたらですね先ほど作ったこの光ファイバーケーブルの部品ですねこれの光 ファイバーケーブルの長い方、長い方がこのように見た時に左側につきます。で、左側に、えー、このような形でついて、ネジ止めしていくわけですね。はい、えーで、使うネジなんですけども、今回は2種類のネジが入ってきてますので、短い方のネジ、こちらを使って止めていきます。 はい。このような形で2箇所ネジ止めしたら、今度はこちら側に光ファイバーケーブルの短い方ですね。短い方をこのように当てて、同じように短い方のビスで止めていきます。はい。このような形になります。で、えー、後々ここが光るということですね。 はいそうしたら次にこのオレンジ色のクリアパーツこれを一つ外してこのオレンジ色のクリアパーツをここですねここのところにこの突起のない方から入れます突起のない方が向こう側に行くようにこのような形で入れますこうですね はい。で、このオレンジのクリアパーツをここに入れたら、今度はこちらの先ほど LED を入れた、このプラスチックの部品をここにつけて、先ほどと同じ短い方のネジで止めていきます。はい。このような形ですね。はい。えー、そうしたら次に、こちらの長い方のビスですね。長い方のビスを使って、 こちらの天板とサイドの、えー、こちらのパネルをですね合わせていきます。はい、それではですね、こちらのパネル、こっちが少しこうテーパーになってますね、ここ。で、これが右側に置いたときに、先ほどつけたウインカーが左に来るようにして、このように載せます。で、ここ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 の4箇所をネジで止めていくと。 はい。で、このネジもですね、あの、いっぺんに全部締めないで、4個のネジが全部ついてから、えー、増し締めしていきます。それから、この光ファイバーのケーブルとか、この LED のケーブルですね。これがパーツに挟まらないように、挟まっていないかをよく確認してから、増し締めします。 はい、えー、私のチャンネルではこんな感じで、アシェットやディアゴスティーニの大型模型の組み立て方の解説や、より簡単に綺麗に組み立てるコツ、それからちょっとしたディテールアップの方法など、工作初心者向けの動画を作って配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、えー、これで4つのビスが入って、特にですね、挟まってるところとかはないので、増、ま、し締めしていきます。 はい、えー、それで次にですねこの光ファイバーケーブルにこのシールを貼っていくわけなんですね番号のシールを貼っていくわけなんですけども、えー、貼り間違いに気をつけてくださいまずですねこのように見たときにこの赤い方赤い方がこう見るとこの下の方になりますでこの下の光ファイバーケーブルこちら側にこれに12番を貼り付けます。 はい、で次に青い方ですね。青い方はこのように裏から見た時に上になります。上の光ファイバーケーブルに13番を貼り付けます。はい、で今貼り付けたこのシールを貼り付けた光ファイバーは長い方ですね。で次に短い方にも貼っていきます。はい、で短い方は赤い方つまりこのように見た時に光ファイバーケーブルの下の方ですね。下の方が14番です。 最後青い方のクリアパーツと接している光ファイバーにつけるのが15番ということですねここら辺の作業っていうのはもし間違えてしまうと完成した時に光るところが違ってきて直すとなるとですね結構な量分解しないと直せないっていうことになるので慎重に作業してください何度もですね確認しながらやった方がいいと思います はい。というわけで、これでですね、118号の作業が終わりました。で、同じような作業なんですけども、119号の方やっていきます。はい。で、119号はですね、先ほどの、まあ、要するに反対側ということなので、やることは同じような感じなんですけども、えー、クリアパーツはですね、119号には入っていなくて、118号の方に入っていたやつを使うということです。 はい、えー、それではですね、118号でやってる作業の反対側なので難しくはないんですけども、付け間違いだけ気をつけましょう。えっ、ー、と、この光ファイバーがですね、長い方と短い方があります。で長い方が、えー、すぐ隣にウインカーですね、こちらが付く方が、えー、長い方。 これを間違えたり先ほど説明したですねあの番号のシールそれを間違えたりすると後々大変なことになるのでそこだけ慎重にやれば特に難しいことは何もないですはいこれで OK ですねで、えー、先ほど同様にこの光ファイバーにです、ね、シールを貼っていきますでこれもですねシールの番号絶対間違わないように気をつけてくださいまずはですね えー、長い方の、えー、こちら長い方の光ファイバーの赤から出ているこっちのこ,こういう見方をした時に下ですねこれに16番を貼りますはい、えー、で長い方の光ファイバーの青い方と接しているのが17を貼っておきます はい。で、次に短い方に行って、短い方の、えー、このように見たときに、下の光ファイバーケーブル。赤と接している方が18です。で、青と接している方に19を貼り付けて、光ファイバーの方は終わりですね。はい。え、それからですね、この LED の、えー、 赤黒のコードこれに21番を貼っておきますで、えー、先ほど作った118号の LED の方に20番を貼っておくということですねはいえー 気が付いたんですけどもこのオレンジのクリアパーツと赤いクリアパーツはもしかすると余分に入っていたのかもしれないですね後の号で使うのかちょっとどうかわかんないんですけどももし私と同じようにこういう形で余ってる方がいたら大事に取っといてくださいなんとなくなんとなくそうではなくて多く入っていたような気がします はい。というわけで、今回はですね、アシェットさんの73式トレーラーの118号と119号、2台の続きをご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。